はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうじでございます。メール党員大募集中、東京地区支部長大募集中であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして開いていただくか、私のツイッターからご応募ください。よろしくお願いいたします。テレ朝モーニングショーの敵国グルメファンの自称女子大生が仕込みであると週刊実話が指摘しておりました。敵国っていうのはですね、竹島が住んでる敵国だから、韓国は帝国にとって敵国であるから、それのグルメをですね、新大久保のグルメ、韓国グルメファンの自称埼玉の女子大生、埼玉から来た女子大生が役者さんだろ、どっかの事務所入ってるやつだろと週刊実話に指摘されてしまいました。ネットの反応です。ああ、この人よく見んな。新大久保には何度も行ってるけど、実際にこんなに人多くない。とするとこのタレント以外にも動員してですね、人わんさが歩ってるような絵を演出したんでしょうか。一回声かけられたことがあるが、こういう風に言ってくれって言われて断ったことがある。ツイッターでバレバレでもテレビ付けの老人を騙せればいいのだ。新大久保韓国グルメ、タイトル見た瞬間にやらせとわかる。テレ朝は9割方やらせ、いつものことで驚かない。本当に大人気ならやらせする必要ない。韓国に関わるものは大体こういう手法。韓国ステマだけは熱心なマスコミ。韓国人気にやらせ以外はない。酒飲み系とか韓国料理や食材が異常に多い。外国のテレビ局なんだから当たり前。韓国推しはテレビの腐敗度がわかるバロメーター、まあその昔フジテレビが、やりすぎて大規模なデモぶっこがれましてましたけども、こんなに流行ってますって定期報告が意味不明。定期的にやりますよね、流行ってますんでね。韓国のチキンが流行ってますだの、韓国のかき氷が流行ってますだの、定期的にやるのがなぜなんだ。その他にもですね、テレビ局のやらせ、違う服着て違う風な、感じで写ってる女性、あとは4箇所で、写ってる、一般人としてインタビュー受けてた女性が実は活動家であった。総理の、まあこの頃は総理じゃなかったんですけども、岸田文雄議員の、番記者が一般人を装って喋ってるであるとか、とうとうタレント事務所を雇う余裕もなくて自分とこのアナウンサー一般人としてやらしたであるとか、こんなね特徴的な丸まっちい人、すぐ顔を覚えられちゃうような人も、使ってるであるとかですね。日本人とを語るには大胆不敵な顔でですね、まあNHK と N スタですから日本テレビに出てる自称一般人であるとかね、まあ2011年夏から秋にかけてやられたフジデモから、全くあれなのな、進歩してねえのな、変わってねえのな、竹島盗んでる敵国を相変わらずゴリ押し、事情は全く期待できないから外圧で潰すしかないんじゃないか。黒船来なかったら多分いつまでも江戸幕府続いてたんじゃないか。それで文明開化ですか、近代化、まあ製鉄所作ったりとかですね、蒸気機関を導入したりするのが、あれより遅れてたらやっぱ日本はちょっと後進国、取り残された国になっちゃってたんではないか。黒船が来てこじ開けたから、これ
日本中に大ショックを与えて、このままじゃやられっちまうな、こいつらに。で、危機感を覚えさせたから買われたのであって、モーニングショーのスポンサーは、こういうやらせも許容なのかね。スポンサーは、これ知ってんの？スポンサー凸が足りないんじゃないか。スポンサーが敵国資本ってこともありえますけどね。あと企業の広告部、宣伝部が、いるのが、日本人なりすましのやつとかね。日本語喋って、日本名で会社帰ってっけど、実はってやつとかね。流行ってます。定期宣伝気持ち悪いって意見ありましたけども、大丈夫、流行ってるって言い聞かせないと精神持たないのかもしんないな。あいつら自画自賛大好きじゃないですか。でね、誰も褒めてもくれないもんだから、自分で褒めるしかないっていう構図があるのかもしれません。ステマ頑張るね。こういうやらせやるエネルギーを違うことに注いだら、もっとマシになるのにね。絶対数が足りないスケートリンク増やすより審判の買収に金かけるっていうバカな連中ですから、世界に向かってですね、観光に来てきて言う前に、先にちゃんと流せるトイレにする方が先でしょ。トイレ流せねえっつんだから、紙は。だから尻拭いた紙捨てるゴミ箱が横にある、こんなのっちゃねえでしょうね。それで観光に来てくださいってよく言えたもんだと思って、そんなバカな連中にテレビを牛耳られてるのもこれまた事実であります。見ない聞かない関わらないも立派なレジスタンスですからね。精神の安定のためにもテレビ捨てましょう。日本改革党はテレビ捨てましょうを、おすすめしております。衆院選前、共産党との選挙協力してですね、こりゃいけるって勘違いしちゃった立憲がですね、政権交代だなんてすっかりその気になっちゃって、断然不可能な夢を見てたんですけど、で政権交代したら閣外協力するって言ってたんですよ。選挙協力する見返りに共産党とは閣外協力をするってプランを口走ってたんですけど、これに連合が激怒いたしまして、維新にもですね、日米同盟破棄とか言ってる共産党と協力できんのって突っ込まれて、評判は散々でありました。その前にですね、政権交代できっこねえだろバーカっていう意見も多かったんですけど、参院選での候補一本化の協力はするが、立憲と共産ね、政権協力運営のプランは示さない、先送りすると西村幹事長が発表しておりました。政権運営協力表明が議席減につながっただそうで、この前の衆院選で立憲が議席減らしたのは、共産党と政権運営を共にするって発表したせいだということらしいですね。共産党は反発、協力関係を維持すべきだなどと小池晃が言ってましたけども、ネットの反応です。分析が周回遅れちゃうか、現実を直視するまでどんだけ時間かかってんだ、前原ほら見ろシロアリだろ、共産のせいにしてて草、選挙直前に立憲候補がやっぱ共産票欲しいですって騒いでグダグダに、議席減の原因はそれだけじゃないぞ、安倍がするだけで一定数の票が入るから楽な仕事に甘えたんで衰えた、劣化したバカになった、もともと人間のクズだったのにますますバカになったっていうのが真相でしょうかね。自分たちが原因だと未だに気づいてないところがすごい、有権者無視して桜盛りかけばっかりしてたからって分析はなかったんか、選挙協力してそれじゃ余計に
心証悪いと、見返りはこれですって言わないのは心証悪いですね。試験ですね。参院選でいくら大勝したところで政権交代ないでしょ。参院で勝って衆院でも勝たないとないっしょ。一体何言ってんだろう。やっぱバカなんすかね。政権交代後のプランは示さないって、参院選でいくら勝ってもないよ。それバカなのかな。政権交代後のプランは言わないってだけで、一人区での候補一本化はするみたいです。立憲と共産、共産の票は欲しいが見返りは不明のままにしとくと、こういうことですかね。共産党票は欲しいと、まあ左翼同士の票割れを防ぐ意味でしょうか。共産党員が立憲議員、立憲候補に投票するとも限らないですけど、まあ少なくとも票が割れるのは防ぎますね。よくわかんないですけど、共産はそりゃ不満でしょうね。赤旗が100万部をとっくに切ってて、金欠の共産党であります。昔はね、意地でも全選挙区に候補立てたんですよ。今は全くそれ無理。かえって、この区には候補立てねえでって言われるのが、かえってありがたいですけど、安住淳、連合の応援より共産党のリアルパワーとか言っちゃってた。バカだから。そりゃ連合は激怒しますよ。自治労、日共争、放送労連、通信労連みたいな、キチガイども以外はね。放送労連、ご存知、テレビ局関係。通信労連、これ NTT だの、ドコモだの、au だの、KDD みたいな、昔、反官反民だったとこ。今も、既得権益で守られてるとこ。なかなか携帯事業とかに参入しづらいですもんね。参入障壁が高くてね。総務省が天下りと先として守ってるからね。西村、与党の議席を一つでも少なくすることは、緊張感のある国会を作るために必要とかも言ってたみたいなんですけど、立憲共産社民令和の特殊野党の議席を一つでも減らすことが、帝国の利益でしょうね。子孫の利益でしょうね。落選中の辻元清美、私の政治使命の一つは女性議員を増やすこと、女性差別格差をなくすこと、鎌倉の凱旋で訴えたそうであります。ネットの反応です。女性なら誰でもいいわけ、いいってわけでないから、あなたは落選したのですよ。女性議員が増えることには賛成だが、辻元が国会に戻ることには反対。お前みたいな議員増やしてどうすんだ。まずは道交法守ったら、これ凱旋途中でまた交通違反でもやらかしたんでしょうか。すっかり謎の党首気取り。女性でも男性でも立派な方なら当選する。マドンナ旋風大失敗。数だけ揃えてどうすんだバカ。なんで落選したか全然理解してないようで安心した。女性だから当選させろはおかしな話。今の懸案事項はなんつったって安全保障ですよね。ウクライナが蹂躙されてんだから、ロシアがあんなにバカだとは思ってなかった。言うですね。全然それが分かってなくて安心しました。社会党のドイタカ子のマドンナ旋風とか未だにやっとる。こいつらの脳みそ何十年止まってんのかな。参院選も立憲ボロ負けでしょうね。バカでよかったと。立憲は立憲で辻元の暴走を止められない理由あるんですよ。こいつをですね、徴用しないといけない、大事にしないといけない理由がありまして、それは北朝鮮とのパイプであります。辻元が立憲を去ったらですね、いろいろ不都合が生じるんでしょうね。北朝鮮の手借りれなくなったり、ポスター貼りとか、人員とかで、高市さんみたいな有能なら
女性議員いくらいてもいいけど、バカ増やしてダメっていうのは、バカを増やしても全然ダメっていうのは、辻元と蓮舫が十分証明したんじゃないの？それわかんないの？でもバカでよかった。安心した。という感じであります。というわけで、日本改革党メール党員大募集であります。よろしく、ご登録ください。デトックスジャパン。